カスガ・勝正マサは、韓国ソウル市出身でカスガ山部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、キム・ソンテク。身長183センチメートル、体重153キログラム。在日韓国、朝鮮人を除く、大相撲史上初めてとなる、韓国出身幕内力士でもあったが、大相撲やお帳問題において、引退勧告処分を受け、引退した。 三歳の時に父を亡くしてからは、ソウル市から新川市に移り、母子で裕福ではない生活を送る。二平諸島学校に入学して一年生から、テコンドーを始めるが、同校四年生の時に、シルムに転校した。その後、不評中学校、二平高等学校、人科大学校経済学部に進んでシルム一筋に、精進し、大学三年生の時に、 大統領期統一創始大会無差別級で優勝してその名を広く知らしめた。なお、サッカー選手の金南一とは二平高校時代の仲のいい同級生で現役時代にもお互いの検討を誓い合う関係にあった。その後20代カス山に誘われ1998年6月に人科大学を休学して来日当時続いていた。 外国人新弟子採用自粛の慣例の壁を打ち破って、信仰感もないカスガヤマベに入門し、同年11月に初土俵、その後の出世に伴い復学は断念して、大学を中退している。言葉や習慣の違いに苦労しながらも、稽古熱心で素直に指導を受ける努力家であったため、相撲文化の吸収も早く、時を経ずして、ネイティブ並みの日本語を話すほどになった。 順調に出世して2000年1月場所に幕下昇進、幕下優勝を経験して、初土俵以来23場所後の2002年7月場所には重量に昇進し、初の韓国出身関取となった。重量3場所目の2002年11月場所では重量、優勝し、翌2003年1月場所の新入幕早々に10勝5敗の高成績を挙げて、関東賞を受賞した。 この活躍を受けて、一旦は、日韓共同未来プロジェクトの名のもと2003年6月に、ソウル一松博の3室体育館で戦後初発の大相撲韓国公演を開催することが決定されたが、中国などでの SARS 流行に伴う渡航自粛で延期となった。この頃から、十分な自力はあるものの、右大体に配られ、左腰関節脱臼などの外傷や、 通風発作などに苦しみ、幕打ち重量感を3往復することとなった。2005年9月場所に3度目の再入幕を、果たしてからは幕打ちの地位を維持していたものの、番付は押しなべて幕内ち中以下で、なかなか上位の壁を破れない状況にあった。延期されていた韓国公演は2004年2月14から15日に、ソウル市が各の進む中体育館で、 同年2月18日に、富山市内の社食体育館で開催された。この際の春日王の番付は重量であったため、本来なら海外公演には参加できないところで、あったが、相撲協会の特別の配慮で参加できることとなり、横綱朝昌龍以下の幕内力士40名に、春日王を加えた41名の力士により、行われた。春日王は、土佐の海らとと共に、 ソウル市内や釜山市内にある地元初等学校や日本人学校小学部を親善訪問して生徒たちに稽古をつけたり講演のプログラムにおいては監修に対し大相撲について解説するスピーチを行ったり本人以外全て幕内力士で構成されたトーナメント戦で横綱、朝青龍を破るなど前線し地元の観客を大いに沸かせた 2008年5月場所で左膝を痛め途中休場、7月場所で約3年間維持した幕内から重量に陥落。1場所で幕内に復帰した者の,の膝の状態が万全ではなく、重量力士2人に勝ったのみで幕内力士からは白星を挙げられずに2勝13敗と大敗。再び重量へ陥落することになった。 2011年1月場所では重量優勝を果たし、再入幕もほぼ確実にしていたが、2011年4月1日、大相撲やお帳問題に関する相撲協会臨時理事会の結果、引退勧告を受けた。師匠から、協会からの指示に従うようにとの説明もあり、4月4日、引退届を提出した。断発式は5月28日に、 両国国技館の土俵上で行われた。日本相撲協会は、八王朝問題で引退した力士が、断髪式で国技館の土俵を使用するのを認めていたが、実際に使用したのは彼が初めてである。断髪式には、俳優の松方弘樹、韓国人俳優ユ・ジテや韓国の格闘家、チェホンマン、力道山の夫人も参加した。 引退時の番付は2月28日発表の、準席による。春日大オオ世界、引退勧告受け入れ、八オチ問題スポーツ報知2011年4月2日こと春平が、引退届を提出、大相撲産経スポーツ2011年4月4日、月刊誌、相撲のインタビュー記事では後に卒業資格を取ったと、 話している八王朝関与23人に、原罰イコール理事3人も隕石辞任から、相撲協会辞事、ドットコム2011年4月1日かす王と、清世界、引退勧告受け入れ、八王朝問題スポーツ放置2011年4月2日、こと春平が、引退届を提出、大相撲産経スポーツ2011年4月4日、産経新聞、産経スポーツなどが報道。 力心受領幕の内。スも、モ、フ、2007年6月20日閲覧。左子 1P 関節解放性脱臼のため12日目から、途中休場左内側側副人体及び、全十字人体損傷のため9日目から、途中休場。ありがとうございます。